まして、東京プリンスホテルプロジェクションマッピングイベントリボーン2017、また来年桜の咲く頃にを終了いたします。ただいまより係員が皆様の誘導を開始いたします。安全のため係員からお声がかかるまでその場でお待ちくださいますようお願い申し上げます。改めまして、2017年4月1日の東京プリンスホテルの再オープン、桜の咲く景色の中で皆様に再びお会いできることを楽しみにしております。そして1年間はザ・プリンスパークタワー東京をどうぞよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。